オウム真理教オウム真理教事件岡村鉄工乗っ取り事件岡村鉄工乗っ取り事件とは1992年にオウム真理教が起こした企業乗っ取り事件立件はされなかった被害を受けた岡村鉄工株式会社は石川県のみぐん寺井町に本社を置く油圧シリンダー製造会社であった同社は不渡り手形を掴んだことなどにより資金繰りが悪化し 銀行の追加融資を受けるなど再建が模索されていた。社長は、教団の在家信者で、教祖の朝原将校に相談したことから、教団が経営に関与することになった。朝原は、2ヶ月で無借金経営にすると豪語し、1992年9月14日に、自らが社長に就任した。壁に、教団のポスターが貼られたり、社内放送で教団の音楽を流すなど、 会社の大向かを進めた。朝原は破壊した信者を岡村鉄工送りにする落ちうど制度を考えていた。結果、約130名いた従業員のうち9割が退職し、就任2ヶ月目に再度の不渡り手形を出し倒産した。さらに、同年秋には全社長を軟禁。その後、朝原を社長、村井秀夫、常務取締役とし、 株式会社バジラアヌッタラヒタアビブッティ、精密機器工業と名を変え、従業員のほぼ大半をオウム信者で固め、会社の乗っ取りに成功した。後に、会社事務所もオウム信理を南青山総本部と同じビル内に移転している。翌1993年春、会社の工場にあった工作機械を同教団のサティアンや富士生流商社に持ち込んだ。後に、 これらの機械を使って自動小銃が密造されることになる。工場敷地は1995年時点では機械類が運び出された後のゴミが散らかった状態で担保に出されている。NHK スペシャル取材班未解決事件をウム心理教広く P319? 鉄工所従業員の9割が辞職オウム心理教教祖が 社長就任朝日新聞1992年10月9日、オウム心理教祖が社長をしていた岡村鉄工2度目の、不当たり朝日新聞1992年10月27日、井上容疑者と長報省オウム青年証拠アイラ1995年5月22日。ありがとうございます。